破格構文とは、中字技法の一種で、ざっと、一つの文の中での構文の変化と定義される、もの。特に、文がある構造から別の構造に急に変わるときに、破格構文は作られる。破格構文の解釈、使われ方は分野によって異なる。最も限定的な意味で、破格構文は、文の導入の要素に、固有の目的を、または保護を書いていることが必要とされる。 例えば、もし文の始まりに主語と動詞が用意されても、文がその構造を変えるならば、直接目的語は与えられず、その結果が破格公文である。本質的に破格公文は、明示されたものから、言外の言葉まで、主語、または動詞の変化を求められる。文は完成されていてはならない。主要部を書いた主語を伴わずその代わりに保護、または、 目的語を与える文はアナポドトンである。文才として、特に詩で、発覚公文は、読者の注意を公文それ、自体に向け、意味の対象より、むしろ意味の構造を強調する。それゆえに発覚公文は、ある種の詩からは敬遠される傾向がある。アナカルーさンという語は、ギリシャ語のアナコラウスがアコラウスに由来し、それは偶然にも論理学におけるラテン国。 ノンセックイーターの意味と同じである。しかし、古典修辞学では、破格構文は、の両方に対して用いられた。破格構文という語は主に学級的な文脈の中で、用いられる。中でもよく出てくるのが修辞学内しは詩学においてで、ある。逆に、ヘンリー・ワトソン・ファウラーフランシス・ジョージ・ファウラー著の英語についてのスタイルガイド、ザ・キングス・イングリッシュでは、 破格公文を重大な文法上の誤りとしている。ありがとうございます。